京成バラ園に行ってバラを買ってきました。当初ヨハネパウロ2世というのとマイガーデンというバラを買う予定だったんですが、全く季節外れでこのクレムドゥメイアンというバラに変えて、買ってきました。はい、はい、今植えるところですが、まずはこの通路の石ですね。これかなり、深く埋まってまして、移動するのが大変でした。まあ、移動した後もちょっと斜めになってるような気もしますが、まあ、そこはしょうがないですね。はい、位置を確かめてますが、まあ斜めてます、はい、ということで、バラを植えるところが確保できたので、掘っていきます。だいたい直径60センチ、まあ、つるバラじゃないんでですね、まあ、そこまでいらないのかもしれないですが、ちょっと足りないという人もいるので、60センチ掘りました。これは牛糞ですね。牛糞、いつもこれ入りづらいんですが、まあ、牛糞入れました。で、本来は油かすとかの肥料を入れるといいのですが、とりあえずなしでいってます。かなりこれ根鉢が回ってましたね。ちょっと柔らかくすればいいだけと言われましたが、この根かき棒だと歯が立たずに、結局水で、土を落としてですね、その後こう指で、回ってる太い根をですね引っ張り出したという感じになります。はい、まあ根が回ってるせいか、しっかり立ってくれてるので、このまま土を戻してきます。京成バラ園ですが、翌日から新苗を発売ということでですね、非常にタイミング悪かったんですが、またちょっと行って買ってくるかなというところです。この後あのリキダスですね、活力剤をあげました。マルチングはピートモスを置きました。このようにですね、一列にバラが並んでいるというところになります。はい、右手がミニバラというところですね。この奥ですね、リンカとの間には高めのハイブリッドティーを植えたいと考えています。とりあえず以上です。